巻きも食べたのかな。今日はなぜインスタライブをしたかと言いますと、このあと10時からゴシップハッシュタグ彼女が知りたい本当の〇〇第5話が放送されます。で、5話は私が演じているあの市本誠っていうキャラクターのメイン回でして、その前にちょっとみんなとお話ししようかなと思って今日インスタライブさせていただきます見てくれてるかなみんな、ゴシップ。ちなみに前回あれですよね、最後私があれ私が最後にパソコンでリリコさんの正体を検索しちゃうところで終わったんですけど、そのそこもねどうなるかお楽しみにということで、見てください。あ、今日そしてさ、今朝さ朝8時くらいから目覚ましじゃんけんしたんですけど、見てくれたかな。ちょっと朝早かったから私は寝てたけど、結構見てますってコメントが多くて嬉しいな。何話そうあ、変えた。でも6話からですこれは。ネイル変えたの。あ、アイクさんがアイクさん見てるの嬉しい、ありがとうございます。撮影は楽しかったです。あの茅島みずきちゃんっていう17歳の子がゲストで出演してくださってるんですけど、友達の役で出てくださって、もうすごい背も高いしスタイルめっちゃ良くて、でプロゴルファーの役なんですけど、本当にゴルフを昔からしてたらしくてめちゃくちゃ上手だったので、そこも見てほしいです。友達の役で、その友達とはっていうまたいいお話もたくさんあるので、そこも見てほしいんです。あと30分ぐらいか。あ、あやちゃんも見てくれてる。あやちゃん元気かな。そう、制服姿になった、久しぶりに。あんちゃんはゴルフできますかって言うから、できません、やったことありません。見てた、ずっと。本当に上手だったな。5話でちょっと折り返しか、もうちょっとで。今もう絶賛撮影中なんですけど、明日も撮影、明後日も撮影で、みんなめちゃくちゃ仲良しで楽しい現場です。ということでコメントを見ていこうかな。なんか GTO めっちゃ最近見てる人多いな。なんで？そう、この作品でね、ここインナーカラーしたから、インナーカラーについて言ってくれるの嬉しい。何あのさ、無言になっちゃうな。髪伸びたーって、髪伸びたー、ゴシップでめっちゃ伸びたーってメイクさんにもすごい言われて、こんなに伸びるのってぐらい。ゴシップ折ったらインナー取るの、取ります、黒にします。これ終わってゴシップやって、10時からやって11時くらいから CL っていうサイト、アプリ
アプリがあるんですけど、そっちであのゴシップ終わった感想とかみんなで話せたらいいなと思って配信するので、もしよかったらそちらも見に来てください。ちょっと夜遅い時間になっちゃうんですけど、あんちゃんてっぺん楽しみにしてるよって。そう、あさって2月の5日にてっぺんに、てっぺんっていう番組があるんですけど、のダンス部門、ダンス企画、ダンス対決企画みたいなののゲスト出演で野村周平さんとお邪魔したんですけど、ランページの浦川翔平くんが出てて、前回でこう優勝できなくて、そのリベンジに今回 EXILE の世界さんが参加されていて、応援しに行ってきました。なので2月5日ぜひ見てください。すごい面白かった。あの3時のヒロインの奏さんとかいらっしゃってめっちゃ面白かった。私は一切踊ってないけどずっと座ってたままだったけど、もうでもノリノリで面白かった。野村周平さんとの掛け合いが好きです。めっちゃ面白いですよね、下馬周斗役の野村さん。前回はね下馬さんの回だったから、今回誠で。熱いホテってきた。 CL のエリーさんのやつで猫ちゃんのアフレコが面白かった。あれ面白かったですよね。もう行ってすぐにナレーション読んですぐ帰った。あ、これさ、ここでさ、質問…あ、違うか。この前の逃走中見ました。ありがとうございます。元旦のかな、あれ。やっぱみんなお家に帰ってて、すごいこうテレビ見てる時だから、いろんな友達から連絡来ましたね。なんだろう、他一応伝えたいことは全部伝えたから。最近楽しいことありましたか？最近もう撮影が楽しいです。ほっぺ赤いですよね、なんでだろう。ほてってる。もうずっと現場でみんなでずっと話してて、スタジオなので前室と撮影の現場があって、前室でみんなで並んで座って話してるんですけど、もうワイ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 してる。野村さんと溝端さんがの掛け合いがすごい面白い。なんだろうな、なんかあるかな。あ、そう、かんちゃんも一緒で、かんちゃんと結構お話ししてます。かん一郎くん、心が叫びたがってるんだっていう映画からお友達で、今回ほんと久しぶりに、何年ぶりかっていうぐらいに共演できて、ずっと喋ってますね。髪伸びてた、切ったって言ってたけど。あと5分くらいでみんなあれかな、テレビの前にで準備してもらおうかな。そして久しぶりにインスタライブやったけど、ちゃんとこれからもインスタライブたくさんしていこうと思うので、お付き合いよろしくお願いいたします。ちょっと怖い役やんねって、ちょっとこう怖いのかな。まあでも戦力外、戦力外ってめっちゃ言われてる役ですね。そっからこうどう成長するのか、結構 5話で明かされると思うので、ぜひ見てください。楽しみにしてますって。嬉しい。楽
楽しみにしてて。解明しませんってあるあれめちゃくちゃ面白かったですよね。なんだっけ、ボンボ頭、ま、ボンボ頭またクリコ、あれで解明したら本当に面白いよな。みんな結構見てくださってて嬉しいな。なんだっけ、クセスゴか、クセスゴめっちゃ面白かった。千鳥さんもすっごい優しくて、今日タオちゃんの誕生日だよ、連絡したよ。あとはなんだろうってずっと言ってるけど何話そうかな。とりあえず今日の5話と2月5日のてっぺんと2月14日から金魚妻、ネットフリックスで、金魚妻が配信になりますので、ぜひ見てください。あれもねすごかったから。あ、大成くんだ、全部見てね、大成くん。そう、ガンさんと、でもあれかそう、ガンさんと同じシーンで同じ作品に共演しました。私もまだ見てないから早く見たいな。質問箱も答えてほしいなって。質問箱って何これ。ああ、え、すごすっぴんで、すっぴんで、すっぴんで、これ何だ、そういうこと、そうなるんだね。すっぴんです。あーすごいな。私服ですか、私服ですか、私服です、私服ですって言ったらこんなトレーナー、ポロのトレーナー。あーすごい、たくさん質問してくださってる。ゴシップ終わったらこれ一個一個すごいね、こうやってできるの。ゴシップ終わったら前髪伸ばしますか。伸ばそうか迷ってます。どうしようかな。一旦この大成くんのコメントは無視しますあと1分ぐらいかな。とりあえず本当にこの終わって23時ぐらいから CL やるので、そっちもぜひ見てください。なんかどん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 すごい熱くなってきたみんな。いや大丈夫大丈夫、顔だけってことで、みんなあんまりコロナもあって外出れないと思うので、テレビでテレビを見て楽しんでください。ドラマ鑑賞を娯楽にして楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、あと15分、見てください。私もテレビ 見れるか、あ、見れる私もここで見ます。なのでまたやります、インスタライブ。バイバーイ。